中、大怪我をしたケンシロウに謎の同士が話しかけてきた。同志はケンシロウの中に己の運命を切り開いていく層を見出したのだった。同志が差し出したもの、それは運命を占うことができると言われるラリウムだった。果たしてラリューバンはケンシロウにどのような運命を導くのか。会いたかったよ、ジョークル。
り出すんだ。気をつけてくれ。源次郎、帰ってくるんだぞ。リーチ！待ってたぞ、ケンシロウ。バーカーボーナス。お前と戦えたことオープン。待っていたぞ、ケンシロウ。